タオルのミニハンカチを使ってマスクを作ってみました。使うものはタオルのハンカチと輪ゴムです。布は縦横に引っ張ってもあまり伸びませんが、斜めに引っ張るとこんな風にぐーんと伸びます。タオルのハンカチの角の部分を上下から折って輪ゴムを通します。この輪ゴムはストッキングを輪切りにして作ったものです。これをさらに三つ折りにします。ゴムの部分を引っ張ってギャザーを作っておきます。畳んだ方を顔に向けたら、耳が出るようにしておいて、マスクを顔に当てぎゅっと押し付けるように引っ張ります。これでギャザーが寄って耳掛けのゴムがゆったりとかかります。そうして伸びやすい真ん中の部分、これをキュッと引っ張って鼻と顎まですっぽり覆います。あとははみ出ている部分を入れ込んで出来上がりです。耳掛けのゴムを持って外したら、バラバラにして、これで洗濯をします。今度は子供用の小さいタオルのハンカチで作ってみましょう。これも全く同じように作ります。とっても可愛らしい小さなマスクができました。つけてみます。ぎゅっと引っ張って同じようにつければ出来上がりです。大人も使えますが、子供用にぴったりです。タオルのハンカチもマスクとしてこんな風に使ってみてください。